さんこんにちは。今日は北浦和に来ています。で、今日はですね、ご自宅の下の方にパン屋さんのキッチンからいらっしゃるお客様のもとでインタビューをしに来ました。で、今日はですね、とっても車が可愛い仕上がりになっておりまして、それをとても紹介したいと私は思っています。で、もちろんインタビューもしていきますので、よかったら最後まで見てください。ではインタビュー行ってみましょう。ドレミファンの柴田さんに今日はインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。じゃあ一つ目ですね、キッチンカーを始めたのはいつ頃ですか？キッチンカー始めたのは1年ちょっと前です。なんでキッチンカーをやろうと思ったんですか？夫が、はい、店舗としてパン屋さんを始めたかった。めっちゃ可愛いですね。じゃあこれのこだわっている部分とかはありますか？はい、国産小麦の北海道産の 100% で、定価生地にこだわっております。定価生地、はい、国産小麦、はい、この生地の日で、はい、へえ、あ、じゃあ本当に本格的なパン屋さんで、あ、キッチンカーそうです、そうです、まあ、それで店舗じゃなくてキッチンカーでやる。そうです。ちょっと珍しいですね。じゃあ次ですね、じゃあパンすごい種類がたくさんあるみたいなんですけど、はい、中でもこれがおすすめみたいな、ね、はい、やつはありますか？クリームパンがおすすめです。クリームパンはというと感じのところがやっぱ人気って感じなんですかね？結構売れます。クリームパンがやっぱ一番売れます。パンがちょっとふわふわな感じで、中にカスタードクリーム、自家製のカスタードクリームが入っておりまして、美味しそう。クリームパンのじゃあ次に売れてるものっていうのがクルミルク。クルミルク、そんなパンですか？クルミパンの生地の中に自家製の練乳、あ、美味しそう。甘いパンの方が売れるんですね。はい、甘いパン。じゃあ女の人とかのお客さんが多いですか？可愛い感じだと、はい、そうですね、女の人が売れます。じゃあ、実際にキッチンカーやってみて、良かったこととか悪かったこととか、なんかそのやってみてどうでしたか？なんかじゃあ良かったことは、良かったことは、はい、結構何を決めてくれる方が多かったので、気に留めてお店に入ってくれてる方がいらっしゃったので、良かったなと。ああ、やってよかった。もともとパンはどういうふうにキッチンカーやる前も見てたりとかしたんですか？音楽教室店で、1階の受付に、販売してます。その時は、じゃあその音楽教室に通っていらっしゃる子さんが買うみたいな感じだったんですか？あと、あとは一般の方もなんですけれども、やっぱりちょっと分かりづらい。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 あ、それで。あ、それで。それで、店舗をやろうと思ったら、どうもにかキッチンカー。へぇ、あ、そうなんですね。じゃあ、逆にやってて大変だったこととかあるんですか？夏がすごい暑くて、冬もすごい寒くて、まあそれはそうですね。やっぱそこは店舗にしないでキッチンカーにすると、そういうこともあります。皆さんやっぱ寒いのと暑いのは大変だなというか、何かいいあれがあればいい。頑張らないといけない。
耐え忍ぶしかない。じゃあ、お店の宣伝を、はい、お願いします。工房店は金日から木金の10時から15時まで営業しております。で、火曜日と木曜日が宣伝オフパーティーで、大体11時から上がりますので、こちらもおすすめです。はい、それ以外は、はい、普通のパーティー。あ、じゃあ火曜日と木曜日は早めに来ないと。SNS とかはやってらっしゃいますか？はい、インスタグラムも、インスタグラムも載ります。この辺に載せてもらって、ページなど概要欄に地方の会議が出るものが、はい、最後なんですけど、はい、一言何か、皆さん今 YouTube を見てくださってる皆さんがあればお願いします。こちらのキッチンカーが私もとても気に入っておりますので、ぜひ皆さんにも見に来ていただきたいと思います。夏とか冬とか寒かったり暑かったりあるんですけれども、スポットクーラーを使ったり、ストーブをちょっと入れてみたりすると結構快適にできてますのでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そうね、やっぱ暑さ問題は一番大変なことなので、今の柴田さんのアドバイスを皆さんもぜひ活用してみてください。ありがとうございました。